皆さんこんにちは。スリラーキャットチャンネルのペルシャです。皆さんに非常に人気のある禁断の映画10選の中で I Spit on Your Grave シリーズを鑑賞しましょう。2010年版の続編は新しい物語に基づいています。今日は I Spit on Your Grave 2010年版を語ります。1978年版との違いを一緒に見ていきましょう。主人公クレアは作家であり、執筆に集中するため静かな環境を求め山奥の別荘へ向かう予定です。クレアは門番の老人から鍵を受け取り、老人は彼女に道案内の地図を丁寧に書いてそこへ行く方法を教えてくれました。ガソリンスタンドを通りかかり、クレアは車を止めてガソリンを入れます。こんにちは美しいお嬢さん。顎ひげを蓄えたスタッフがクレアに挨拶しました。クレアは丁寧に微笑みました。もう一人の筋肉質で坊主頭の若者がこっそりクレアに近づき彼女を驚かせました。しかしクレアは彼にも丁寧に応じました。会話の中で純粋なクレアは彼らに自分が山奥の別荘へ向かっていることを明かしました。彼らはその場所をよく知っているようでした。坊主頭の若者はクレアにそこに行く方法を親切に教えてくれました。そして彼の口説きのテクニックを使いクレアのエンジンをチェックしようと提案しましたが、クレアはあなたの口説き方はちょっと古臭いわねと彼をからかいました。坊主頭の若者は少し気まずそうでした。ガソリンを入れ終わり、坊主頭はガソリンキャップを閉めようとすると二人は引っ張り合いながらうっかりドラム缶を蹴り倒しました。彼の仲間二人は大笑いしました。この時坊主頭は怒ってしまい、クレアは謝って急いで車で立ち去りました。彼女はこんな些細なことが悲劇の始まりになるとは思ってもみませんでした。クレアはすぐに別荘に到着しました。ここは手入れが行き届かず散らかっていましたが、都会の喧騒から遠ざかることで執筆に集中できます。クレアはそれに満足し執筆を始めました。しかし不思議なことがすぐに起こりました。クレアはうっかり赤ワインを服にこぼし洗濯をしていると窓の外で誰かが彼女を盗撮していました。クレアは全く気づきませんでした。翌日クレアはジョギング中廃屋を見つけました。中には様々な瓶や缶があり、彼女は怖さを感じ急いで立ち去りました。帰宅後水道管に問題がありトイレにも水がないことに気づきました。クレアは修理業者に連絡し電話を切った直後うっかり携帯をトイレに落としました。彼女はすぐに拾い上げドライヤーで乾かしました。修理に来た男性はマッシューという名前で軽度の脳性麻痺の患者でしたが、技術は確かですぐに水道管を修復しました。いつも元気で外交的なクレアは興奮してマッシューにキスをしました。マッシューは驚いて走り去りお金も受け取っていませんでした。一方ではガソリンスタンドの若者たちが一匹の魚で遊んでいました。デブ男はカメラを持って撮影していました。修理工のマッシューは釣りという名目で呼ばれました。全員が揃ったところでデブ男は面白いネタを明かすと言いました。実はクレアを盗撮していたのはデブ男でした。クレアがマッシューにキスした瞬間も彼に撮影されていました。ガソリンスタンドで靴にガソリンをかけられた坊主頭はクレアがマッシューにキスしたことを信じられませんでした。マッシューは本当にキスされたことをもじもじしながら確認しました。坊主頭は不機嫌そうな顔をしました。マッシューはまたクレアが自分を好きだと言いました。ヒゲ男はざまあみろ間抜けに負けていると坊主頭をからかいました。この言葉は坊主頭を刺激し、彼は私が思うなら彼女を手に入れることができると言いました。二人は彼がホラを吹いていると言いました。またクレアは都会から来た女性で簡単に落とせないから無理だと言いました。友達が信じないのを見て坊主頭はますます興奮し、彼はクレアを手に入れることを誓いました。坊主頭は私と友達になったあなたはラッキーだ、女性の味を味合わせてあげるとマッシューに言いました。その夜クレアは執筆していました。トイレに落とした携帯はまだ使えませんでした。彼女は自分で持ってきたタイマーを取り出し数回吸い込んでソファーで寝ました。早朝彼女は外から物音を聞きました。誰かが彼女の玄関に死んだスズメを投げ入れたことに気づきました。辺りは真っ暗で誰も見えませんでした。クレアは背筋が寒くなり急いで家の中に戻りました。その時パソコンの上のガソリンスタンドの3人組の写真に気づき、頭の整理がつく前に数人が部屋に押し込みました。デブ男はカメラを持っていました。ヒゲ男はクレアの下着を探し出しいかがわしい様子を見せました。クレアは
彼らにすぐに立ち去るよう警告し、警察に通報したと言いました。しかし、坊主頭たちは信じていません。なぜなら、マシューはクレアの携帯がトイレに落ちて壊れたことをすでに彼らに言っていました。クレアはまた、彼女のボーイフレンドが今来ている途中だと言います。彼らはもちろんクレアにボーイフレンドがいるとは思いません。クレアをからかい、行動がますます悪質になっていきます。まずクレアに酒を飲ませようとしました。クレアは酒を飲んだら彼らが立ち去ると思って泣きながら飲みました。そしてガソリンスタンドで坊主頭に悪いことをしたと謝罪し始めます。坊主頭は笑って、私たちはそのために来たのではなく、あなたの歯を見たいと言います。クレアが従わないのを見て、坊主頭はバットをクレアの顎に突き当て、クレアに両手で口を引き開けるように強要し、坊主頭は手で彼女の歯を引っ張り始めます。クレアは恐怖で全身が震えます。さらに屈辱なことに、坊主頭は銃を取り出し、銃口をクレアの口に入れ、非常に下品な動きをしました。デブ男が修理工のマッシューにクレアを陵辱させると提案しました。マッシューは、私はしたくないと怯えながら言いました。坊主頭がマッシューを驚かす間に、ヒゲ男はまたワインボトルでクレアを陵辱すると、クレアはワインボトルを奪って、ヒゲ男の足に叩きつけ、そして彼に催涙スプレーをかけ、逃げ出しました。空はすでに白み始めていました。クレアは狂ったように走り、うっかり転んでしまい、そしてサンダルを捨てて走り続けました。近くで漁をする二人の男と鉢合わせして、クレアは泣きながら彼らに怒ったことを話します。若い方の男性が、焦ることはない。私は警部で、あなたは今安全だと言いました。警部と一緒にいたのは門番の老人でした。クレアはまたあのチンピラたちを知っている。彼らは近くに住んでいて、彼らの名前も知っていると言いました。門番の老人を帰らせた後、警部はクレアをすぐに小屋に連れ戻し、捜査の結果、警部はワインボトルとクレアが残した大麻を見つけました。最初クレアは関係ないと思い、自分が大麻を捨てていたことを認めませんでしたが、まもなく自分の大麻だと認めました。警部はクレアに、あなたはたくさんのお酒を飲んでいたに違いない。そして大麻も吸ってラリっていた。そのせいでパジャマを着たまま森に走り出したのでしょうと言い渡しました。クレアは、私が暴行されたのに、あなたは私を犯罪者だと思うのですかと怒鳴りました。警部は、あの子たちは私が育てた。今あなたは彼らに非常に厳しい告発をしている。そして私に嘘をついたと続けて言って、壁に向かって立ってくださいと命令した。クレアは驚愕して言葉を失った。仕方なく壁に向かって立った。警部はすぐに彼女の体を調べ始めた。しかし調べるうちに様子が変になり、そして突然背後からクレアを抱きしめました。さらに恐ろしいことに、チンピラたちが戻ってきました。彼は銃でクレアの口を押さえつけて、彼女を無理やりひざまずかせました。クレアは隙を狙って警部に平手打ちをすると、激怒した警部はクレアを殴り続けました。彼女にズボンを脱がせて踊らせます。クレアは泣きながら、いやいやながら体を揺らしました。そしてさらに恐ろしいことが起こりました。彼らはマッシュにクレアを強姦させ、デブ男はビデオカメラで一部始終を録画しました。やっと彼らがやめると、クレアは下半身が裸で、髪が乱れ、うつろな目で、狂ったように森の奥へ向かって逃げ出しました。近くでまた数人に引き止められ、ヒゲ男は彼女の頭を何度も水たまりに押し込み、それは自分に催涙スプレーをかけたことへの復讐でした。クレアは息ができなくなりそうになり、ちょうど一息つくと、警部がクレアを強姦し、地面にあるカメラはずっと録画していました。その後は他のチンピラたちも次々とクレアを陵辱し、クレアはそのまま気を失ってしまいました。彼女は再び目覚めると、彼らはとても卑猥な言葉で彼女について話していた。クレアは震えながら立ち上がり、表情がなく目がうつろ、全身が震えながら歩いていきます。橋に来て、彼らは彼女の後ろについてきて、無残で残忍な警部が、最後の喜びが究極の喜びだと言い、クレアを銃で始末しようとしました。警部が銃を撃つ前に、クレアは橋から飛び降りました。長い間待っても、クレアは水面に浮かび上がってきませんでした。警部は若者たちに川を下って捜索するように命じます。しかし何も見つからず、状況がまずいと感じます。怒った警部が、デブ男のビデオテープを奪って、地面を踏みながら、お前はバカだ。これらはすべて証拠になるだろう。もう愚かなことをしないでくれと彼を罵倒しました。その後彼らはクレアのすべての持ち物を燃やしました。先ほどまで残虐な獣のようだった警部は家に帰ると、
すぐに思いやりのある夫になり、優しい父親になります。翌日、警部は小屋の鍵を門番の老人に返し、警部は彼女が突然退去し、部屋には酒瓶が散らばり、大麻の吸い残しがある、彼女は間違いなくおかしくなっていたと話すと、老人は笑って、これでいい、保証金を返す必要がなくなったと言います。やがてこの卑劣極まりない練習たちは、彼らよりも手段が残忍な報復が直に訪れることを全く知らずに、今までの生活に戻ります。そしてある日、デブ男が慌ててやってきて、彼のカメラがなくなったと言います。クレアのビデオテープが中に入っていました。警部が破壊したテープは空でした。坊主頭が怒ってデブ男を殴ろうとしましたが、ヒゲ男に止められました。その夜、坊主頭がテレビを見ていると、ドアの外でガチャンという音がしました。彼が外に出て調べると、ドアの前に死んだ鳥が投げられています。まさに前回クレアをいじめた手口でした。彼は死んだ鳥を蹴り飛ばし、家の中に戻り、腰を下ろす間もなく、またガチャンという音がして、もう一匹死んだ鳥が投げられました。坊主男が怒って拳銃を持って大声で罵りましたが、誰も応答しませんでした。ちょうど座ったところで、またガチャンという音がして、怒り狂った坊主頭が外に出て、何発か撃ちまくった後、足元を見ると、今度はクレアの片方のサンダルでした。翌日、警部の家でも異変が起こりました。家に帰ると、妻がビデオテープを受け取ったと言い、まだ見ていない、娘の演技の録画かもしれないと言いました。警部はまずいことに感づいて、テープを持ってすぐに家を出ました。デブ男とヒゲ男はすぐに坊主頭の家に駆けつけていました。すぐにやってきた警部は、狂ったように銃でデブ男を脅して、テープを始末させようとしました。坊主頭がそのサンダルを取り出し、これは修理工のマッシューがやった可能性が高いと言うと、警部は彼らにマッシューを早急に見つけるよう命じました。彼は全てをマッシューになすりつけると決め、車で去ります。警部はクレア事件の危険性が高まっている感じがしました。彼は関連する目撃者を抹殺すると計画しました。クレアが森で警部に出くわし、泣きながら警部の助けを呼んだ時、門番の老人がちょうどそこにいました。警部は狩りと言って老人を森に連れて行って、そこで彼を一発で射殺しました。クレアを凌辱させられたマッシュ、罪悪感の中で生き続けていました。別荘の近くをうろうろしていました。その日、突然誰かが彼を呼んでいるのを聞いて、急いで小屋の中に走ります。足を滑らせて階段から落ちて、目が覚めると彼は別の荒廃した小屋の中にいました。この小屋はクレアがジョギングした時に見つけた小屋でした。その時クレアがそこに座っていました。そしてクレアがその階段に潤滑油を塗ったせいでマッシュが転んだのでした。クレアはマッシュを自分の隣に座らせて、マッシュは口ごもりながら説明しようとする。自分は無理やりクレアを侮辱させられたと言います。クレアは、あなたは無理やりにやらされたということを知っている、ずっと私を助けようとしていたことも知っていると冷静に言い、マッシュを自分の膝の上に寝かせます。マッシュは怖くて泣き続けますが、クレアはためらうことなくロープでマッシュの首を締め上げます。マッシュは必死にもがきますが、クレアは悪意に満ちた口調で、それではまだ足りないと言いました。ここでクレアの復讐計画が正式に始まる。彼女は受けた凌辱を一つ一つ倍返ししていきます。別の場所でヒゲ男とデブ男が森の中でマッシュを探していました。ヒゲ男はマッシュの声を聞いたようで、声に導かれて小屋に入ります。デブ男は森の中でクレアが仕掛けた罠に足が引っかかりました。デブ男の叫びを聞いてヒゲ男が駆け寄りますが、背後からクレアの一撃を受けて倒れ込みました。そしてヒゲ男は縛られて浴槽の上にうつ伏せになります。水道管から徐々に浴槽に水が流れ込みます。屋外ではクレアがデブ男を苦しめながらビデオカメラで撮影しています。彼女はまず釣り針をデブ男のまぶたに引っ掛け、次に魚の内臓を取り出しデブ男の顔に塗りつけました。屋内に戻るとクレアはヒゲ男が彼女を水たまりに押し付けたように何度もヒゲ男の頭を魚の水槽に押し付けました。そして小屋から大量の塩酸を取り出し浴槽に入れ、ヒゲ男の体の下から板を引き抜きました。ヒゲ男は上半身を力強く持ち上げなければなりません。そうしないと頭が強酸に浸かってしまいます。耐えきれずにうつ伏せになるたびに悲鳴を上げました。屋外では魚の内臓から出る生臭い匂いがすぐに数羽のカラスを引き寄せました。カラスは食べられるものをすべてついばみ取り、もちろんデブ男の目玉も含まれていました。
屋内のヒゲ男はとうとう耐えきれず、強酸に頭を浸してしまいます。顔全体が腐食され、白骨があらわになりました。坊主頭はまだガソリンスタンドで働いています。美しい女性がガソリンを入れにやってくるのを見て、坊主頭は喜んで駆け寄ります。しかしクレアに一撃を受けて倒れ、目を覚ますとすでに縛られています。口には絶望が詰まっていて、クレアはペンチで彼の歯を一本ずつ抜き、その後銃口を彼の口に突っ込んで侮辱します。大きなハサミでパチンと大事な部分を切り落とし、彼の口に詰め込みます。坊主頭が泣き叫びながら失血死するまで苦しむことになります。運転中の警部は娘から電話を受けます。栄誉クラスの先生が家庭訪問に来ていて、先生は彼と少し話をしたいと思っていると言います。クレアが自分の名前を言うと、警部は怖さで急ブレーキをかけて停車しました。クレアは、あなたの娘さんは素晴らしい。きっと明るい将来を期待されるでしょう。近いうちにお会いしましょうと言った最後、電話を切りました。警部は急いで家に向かいます。家に着いた時、娘はすでにクレアによって理解を深めたいといった理由で連れ去られていました。二人はハンセン公園に向かったと聞くと、警部は車で追いかけます。公園について車を降りると、呼び回っても誰も応答しませんでした。再び車の中に戻ると、すでに後部座席に隠れていたクレアに一撃を受けて気絶しました。目が覚めると、小屋の中のテーブルに縛られていて、彼の後ろに立てられた猟銃が彼に向けられています。警部は泣き叫びながら娘の行方を聞きます。クレアは銃口で警部を強く一突きをして、あなたの娘さんは純真で可愛い。まだ幼く笑顔もとても甘い。こんなことを彼女にするなんて想像できるか。例えばあのデブ男、ヒゲ男、坊主頭、それとも獣のようなあなたに、と言いながら警部を強く突っつきました。警部は悲鳴を上げます。クレアは警部を苦しめるのに疲れると、ロープを使って猟銃のトリガーに片方を縛り、もう片方を眠っているマッシューの腕に縛ります。警部はクレアにお願いします。もう一人子供がすぐに生まれる。問題を解決できる別の方法があるはずと懇願します。クレアは警部に彼がかつて言った言葉を返します。彼女は警部ごめんなさい。短い間だったが楽しませてもらった。間もなくマッシューは目が覚める。彼があなたを楽しませるでしょうと言いました。やがて小屋の中から銃声が響き、弾丸が警部の胴体を貫通し、首から飛び出してマッシューにも命中し、二人は共に絶命しました。クレアは庭でしばらくぼんやり座り、彼女が受けた屈辱はついに倍返しされました。しかし顔には微笑みがありませんでした。クレアの人生は平穏に戻れるでしょうか。 I spit on your grave 第3弾では主人公クレアの物語は続きます。その時皆さんにその答えがお分かりになるでしょう。さて今回のビデオはここまでです。いつものように皆さんのサポートに感謝します。次回お会いしましょう。